いいけど、うん、対決じゃないと燃えないよね。ということで今回は一番最初に10個取った人が勝ちだということで早速スタート。10個取れるまでなんでもう先に取れないとダメなんですよ。まずはねポケモングッズに行くと思うんですけど、僕はあのこちらのお菓子コーナーに来ました。それではやっていきましょう。チュッパチャップスだからねすごい好きよ俺は。これこれで赤い矢印に入れば OK ゲット。ほらいけるいける。うわーくそー残念外れ。あちょっと左すぎたか。もうちょっとこう斜めから行く感じの方がいいんよ多分回転して。ほらうわ同じとこじゃん。次こっち行こう。えーなにこれなにこれ。あでもさでもさ逆にもう一個パンって当てたらコースがずれていくそっちの端に行くはず。うわいいいいいい。ほら2個いくよ2個。うーんやべえ無理だ。まずは確実に取れそうなのに行きたいと思います。あのカビゴンのさちょっと大きめのやつ可愛いね。もうコツは結構つかみ始めてますよ。ちょっと奥らへん奥らへん狙ってみます。どうやろうど真ん中すぎた。あっえっ、ー、あーやったー早速ゲット。カビゴンのポーチこれめっちゃ最初はねもちろんポケモンのないということでね。わあカラ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 すごい好きなんですよ。あこのタイプのやつだね。あはい皆さんこちらヒメグマ。ヒメグマといえば最近はーちゃんがやった251アフレコでね登場するんですよ。ということでぜひねゲットしたい。おこれすごい持ち上げた。はーめっちゃ端っこの方に行ってしまった。見てこれこんなんハーちゃん見たらさヤバいっしょ多分こんなこんだけピカチュウに見守られてて。さあまずは様子見でどれぐらいアーミの力があるのかとかを見ていきます。まあいいんじゃない。よし来た来た来た。あと1回ぐらいやろ多分。ダメだノックか。あきっとこれを繰り返していくんだろうな。これはこっちはもうこんなでキワキワやろ。来た。うん。うわあ、やったー。ピルグミゲットしました。これめっちゃいいじゃん。ザルードのクッション。交互にやっていくやつだねきっと。どんなもんか。なるほどね。奥奥の方行ってみる。いやー逆逆だねこれは。うん。これはノック。いやちょっと台変えます。でもちょっとまた挑戦しに来たいなあれは。ミニシリーズ。めっちゃ可愛い。このちょっとね後ろ向いてるロコンがねめちゃめちゃ可愛いのでロコンを狙いたいと思います。左右でうまくこうわーってやってけって言われたんですよ。あらーちょっと左すぎた。左すぎた。ゲットしたら大体移動するんだけど取れそうな気がするからちっちゃい方が大きいからこうはいはい狙い通りはいということでロコン1匹目ゲットしました。超ロングガムこれを狙っていきましょう。これを狙ってうわ結構下まで行くな。あいいいいこの今山になってる緑と紫のところを狙っていきます。手前を崩していった方がいいのかな。ジュ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 あいい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 地味じゃない。はいじゃあちょっとこの動いてくれた青いソーダ味かな狙っていきましょう。あれこんなことある。ここならもう誰にも邪魔されない。よし行くぜ。うん、あえこれさゲットしたよね。したいね。やっぱうおーえうわーこれすごくない。ほら来た。よしあここやろ。うわいいよいいよいしょー。あー出た出たこれこれさひどいひどいよこれ。諦めるこれちょっとダメだ。次お菓子なんか狙っちゃおうかな。ソースこれいきます。どうやろう。あ、めっちゃいいめっちゃいいよ。頑張れ。おおー
よ。入るかな。こちらででーん、なんとポケットモンスターココのクッションを見つけちゃいました。ちょっとずつ動かしてって取るやつだ。どれくらい開くかとかね、ちょっと最初なんで様子見つつだー。なるほど、わかった、これでわかった、うん、ちょっと手前めにしてみました。ということで、ででーん、ポケットモンスターココのね、クッション、しかもなんとこれ表面このデザインなんだけど、裏面また違うイラストなの。いや、これめっちゃ可愛くない？これ行きます。いいよいいよ。あ、いいじゃんいいじゃん、めっちゃいいめっちゃいい。あ、これめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。なにこれ、可愛いよね。口めっちゃ開いちゃった。これいろんな柄あるからさ、確かに。よかった、撮ってみなよ。いや、これめっちゃ可愛いよな、やっぱ。いやいいよ、いい、めっちゃいい。どうだ、プレミアボール、マスターボール、モンスターボールって怖い。何ボールあれ、紛れてるの？紛れてるね。自分がモンスターボールだと思い込んでるビリビリ玉を取っていきます。これ欲しいな。まあまあまあ、やめよう、これダメだ。ハルパンボールのね、形をしたポーチがあるよ。これめっちゃ良くない？ポーチ取るの結構得意なんでね、後ろにあるカビゴのポーチ狙ってみたいと思います。ちょっと溶かしたら上のカビゴのポーチがゴロゴロってなるんじゃないかって思ったんだけど、ちょっといい感じに手前のが前に来たんで、そのままカビゴ狙いたいと思います。ちょっと一回手前気味で、やってみようかな。う、これノックじゃん。両面キープ。あ、ノックだけどちょっと動いたね。ノラ。あ、これ。あ、一緒やん。顔は？顔は？顔ちゃうわ。そう、マジ目開いてキュッとしてるやつがいいなと思って。え、でもまだ。あね、恐ろしいビリビリ玉がいて。何そのビリビリ玉ってこと。3000円ぐらい使っても全然取らせてくれないビリビリ玉。やば、ちょっと気になるわ。でも探してみて、いるかもしれないから、探してみる、頑張れ、うん、恐ろしいビリビリ玉って何やろ、気になるね。ちょっとね、引き続きコナック狙ってきます。グッといった。どうなるんこれ。待って、これどうしたらいいんだ。だってこのコナックあまりにもお尻が大きすぎない？うん、いや、でも次あたりでいけるんちゃう、これ。あー、やったー。もう君、お尻が大きすぎるよ。ピピピピピ、取れました、無事に。やったね。これ狙っていこうか。立ったね。ヤドンってあんまりこういう体勢取らないから、どことなくヤドランっぽい。よし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 。ん？ヤドンゲットしました。違う、これこれダメだね、これボールだから。あとで返そう、うん、これじゃあワンちゃんここの爪で、うん、1回もう1回狙ってダメだったらもう次、うん、よし、うん、まあまあまあ、アンツアンツアンツだ、もうダメだ、やめよう。よし、なにこれ、これいいな、これがいい。しか、なんだこれ、どうなってんだ、なんだどうすればいいんだ。あ、そういうことね、なるほどね。すでに商品がかかってる状態なんだよね。で、あそこのボールにうまく商品を当てて、これから離すのよ、とりあえず。ちょっと取っ手がね、うわー、難しい難しいけどめっ
して欲しいんですか。あれちょっとごめんなさい、すいません、全然ダメでした、びっくりした。位置なんか押さんでいいのよ。えタタンって、うん、で2で、うん、雨中央に、うん、アームが合うように合わせる。わかった。で、アームの開きはもう 雨中央に勝手に行くから、はい、こういうことですよ。あれいちご飴取れました。遠隔操作クレーンゲームだあれかな、アタモとかどうだろう。ちょっとアタモ、この子もかなりコガクと一緒でさ、お尻が重たそうやねんな。うーん、徐々にタイプやね、これも。どうでしょう。あー、めっちゃいいじゃん。前に出してきます、今度。いいよ。やば、めっちゃいいやん。アタモゲット。前回さ、これ撮ったじゃないですか、僕。で、これでさ、ヒロさんとマー君とうちでタコパしたじゃん。今度はこのさ、めちゃくちゃでかいやつやりたくないですか。でかこれはもうね、実力ですから、もう。あ、ちょっと、うおきたー、よっしゃ、来た。あー、やっと2個目だよ。メガタコ焼きゲットです。これ行こう。イーブイがいました。狙っていきたいと思います。こう寄せていくタイプだと思うので、こういう感じでキワキワを狙っていきます。うまくない？かなりうまいよ。どのくらい動くかだね、これが。ちょっと絶望しましたけど。おお、すごい。あ、うわ、いくぞ。いや取れました。じゃあやっと3つ目。タッくんのところに行ったらね、タッくんがね、さっきのピカチュウのやつ持ってたんですよ。もう後からじゃあタッくんからもらおうということで、違うねやつを狙っていきたいと思います。これ交換しようよっていう感じでマスターボールすって出したいと思います。恐ろしいビリリダムがいて3000円ぐらい使っても全然取らせてくれないビリリダム。うまくガシンって掴めばね、多分一発で取れる気がするんだけど、今落ちた感じ思いのほか重たかった。ダメかも。すげえねこれ。ちょっと一回やらして。いいよ、やっていいよ。このアームをちょっと動かして、この回転をね、俺の欲しいものにするんよ。なるほどね。うん、この時間ダメ、本当にダメ。よくないよね、うん、取れなかったで終わる。もう一回だけちょっと、うん、ダイ、うん、あ、ちょっとここいらね、息抜きカップヌードル行きますか。もうこんなん行けるんちゃいます。どういうことだよ。嬉しい。一回乗れました。最後のかな、そもそも。うん、寄ってきてはいる。お尻を狙ってきます、あえて。うわー、やった、嬉しい。かわいすぎる。カミゴン取れました。このハイパーボール、俺ね、これのね、スーパーボールね、ゲットしたんよ。ハイパーボールもゲットしたいですね。ハイパーボールあかんから、ちょっとマー君狙おう。全く関係ない話なんですが、僕の兄貴の家とマーちゃんが住んでる家、徒歩5分ぐらいです。わー、すごい、取れた。そんなこと言ってたら、兄貴とマーちゃんパワーで取れました。すごい。待って待って待って、さっきのもうメガタコ焼き器でこれのタイプに自信がついちゃったんで取ります。あ、あかん、うわ、ダメだ。何今の、これ何、ドーナツ。美味しそう。これやろうよ。こういう系はね、結構得意なんだ、僕。ね、上手でしょ。うわ、まあ、こっからよね、要は。うわ、やばい、当たる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 。うわー、すごっ。あー、もう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 触れば。あ、これ嫌な予感する。あ、しない。いいね、いいね、いいね。あれあれじゃない、これは。いった、いった。ほら、来たー。よっしゃー、ベイクドドーナツゲットです。
ょっとこっち側にね。あった。ちょっと私は集中力も落ちてきてる、うんうんうん、ということで、すぐ隣の台にございますは、サルナリヒマリウェッソンです。私は相性じゃんけんでサルナリを持ってるので、サルナリを狙いたいと思います。はい。あー、ちょっと待って。一発で取れた。これは流れ来てるんじゃないか。ということで再チャレンジ。いや、これ取りたいよ、この流れに乗ってね。俺たちこいつこの台と共に心中しよう。もうそうしよう、うん、そうしよう。エンディングももう参加せんと。いや、もうこれとね、ずっと一緒。やっとこう、うん、さっき取れなかったシリーズを再び挑戦するあれでいくわ。ずらしていきましょう。お、いいよ、めっちゃいいよ。これはうまい。ほんのちょっとずつ、次は手前。奥行くか。奥じゃない。お、いいよ、めっちゃいいね、めっちゃいいね。おー、あー、あー、1個からめっちゃ正解してる。めっちゃ増えたっしょ。うん、うちゃんでもざっと。やっぱ見せてくんないんだ。グッと。すげえ見せてくれる。すごいすごいすごい。みんな見えた？え、ちょっと待って。誰か見てた今。おかしいおかしい。取れじゃん。さっきトキちゃんがこうやって遊んでるうちにいつの間に取れてたこのクッション、僕ね、ダルード取っていきたいと思います。小さくて泣き虫でやかましくて、うん、ね、うまいな。うまいっしょ。うん、小さくて泣き虫で、やった来た。父ちゃんザルードゲット。いや嬉しいねこれ。え、しかもめっちゃもちもちや。こっち側がいいんか。え、こっち側にしたらこう来るか。いや違う。もう分からん。もう分かんなかったな。うまい。めっちゃ見た今。ダメだダメだよ、帰れないんだ。こんなことある。今もう30分やってるからね。そう、この台やばすぎ。あまりにもということでね、うん、ちょっとちょっとじゃないよ。普段はこうじゃないから ね、すごいね、長い間ね頑張ってやってるのを見てくださったから、これでいこう。アームでいく。これでいこう。いいか、いい、くぞ。バレた。もうねえ、なんかかわいいわ。わかる。あの、もうこれさ、なんか最初さ、その良くない気持ちでタックに、うん、これ渡してペラグミちょうだいって言おうとしたけど絶対話さん。帰ろう、帰ろう、もう帰ろう、もういい、いい、いい、もういい、帰ろう、帰ろう。お菓子系来ました。ぬいぐるみ取れたんで、右側の青いやつ狙っていこうかな。やり方は分かりました。ちょっともう一回同じ感じでいこうかな。今絶対入んないと思ってた。お、良さげかも。あー、取れたー。めっちゃでかい。片揚げポテト8個目、あと2個。キドさん、ポケモンスナック食べたい。食べよう。うん、これは絶対取ろう。これ取ろう。お、なんかすげえ。うわっ、一発8個目。よし、よっしゃ。じゃあ次これだ。うん、よしよしよし、よし来た。よし、行くぜ。よっしゃ、ほら、よし、よし、来た。お、来た。もうギリギリ狙おう。もうギリギリ、ギリギリ。人に怒るよ、だめ。そんなんじゃないっす。
もうそういうこと言うならもういいっす。お、来た。そう、もう一回。昔さ、トニーがさ、トニー結構なんか喋り方がさ、独特じゃん。なんとかすって言うじゃん。それをね、トキちゃんがね、なんかめちゃくちゃ真似してたのよ。じゃトニーが怒っちゃって、そんなに俺のなんか言い方真似するなら言い方変えるっす。変わってねえ。変わってねえよ。それ変わってないのよ。言い方変えるっすって言った後に自分であって言ってたから、ね、もう取り方変えるっす。あっ、うわ。はい、取れました。やみつきバーベキュー味のスコーン、もうこれで、ね、あの9個なんで残り1個、何かしら頑張っていきたいと思います。続いてこちら、天竜。電流取れたらもう9個目になるからね。任して、このずらすのほんまに得意になった。うん、全然得意じゃないか。こっち向きは難しいわ。わあ、いいね。おお、なんだなんだ今のは。なんだ今のは。これでもちょっとむずいよ、だいぶ。これはむずいよ。あと1個、なんか絶対あと1個はポケモンの景品にしたい。はい、舞い戻ってきました。やろう。でもさっきの電流といい、だいぶ今来てるからさ、この調子でいけんのちゃうっていうことですね。いや、むずいね、やっぱり最後の1個はやっぱりポケルンなんで、ポケモンの景品で締めくくりたいと思います。ポケモンヌードルのシーフードやっていく。よし、来たー。いや、やばくない？これ10個やんな。10個。来た来た、やった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 、10個目ゲットー。報告しに行こう。よし、よし。すごいだよ、結構。うわー、あともう少しで取れるな。もう少しで取れそうだ。忙しいですか？はい、ちょっと忙しいんで。でももうそれをやる意味がなくなったんよ。それをやる意味がなくなった。皆さん、後ろでさ、うん、昨日が下り終わったから、あ、まだだった。ということで、もしかして10個取れましたー。いや、でも今回はいい、うん、もうね、10個取れなかったけどいいよ。この子が取れただけでね、もういいよ。すごかったよ。すごかったよ。40分やってたんだから。これ残念。取れたよ、あれ。もう終わりですよ。そう、悔しいぜ。どこだ、どこだ、ちゃん。さあ、これもうちょっとこっちでグッとやったら、イエー。あ、そう、取れたよ、これ。あー、前そんな笑顔浮かべやがって。取れた。10個目やりました、やりました。何つった今？何つった？うん、10個目。残念でした。残念でした。みんな何個になったんやろ。まあ、じゃあ発表します。発表しようか、しようか、どうしましょう。はい、ということで、じゃあ僕は景品を発表していきましょう。まず1つ目、はい、1つ目、スコーン。やろう。うわー、かわいい、かわいいな。2つ目、はい、はい、電流。あ、黄色だ。3つ目、はい、電流。ポケモンヌードル。あ、ミルク、雨。4つ目、はい、はい、はい、うわ、こぶっちゃう。あ、待って、え、嘘。すごい、みんな撮ってる。みんな髪が撮ってる。やったー、ね、4つ目、5つ目、はい、はい、待って待って待って。うわー、すごい、いい、すごい、私のピカチュウ撮ってるわ。確かに、ピカチュウもあったよな。あったあった。ピカチュウかなと思ってた。6つ目、はい、7個目、8個目、あれ、ちょっと待って待って、あれ。なんか2個取れた。うん、いいな。いや、もうこれは10個分の価値。これじゃあ1個で10個でええやん、そしたら。ビリヤマ取れたら取れるまで帰れませんやん、そしたら。そういう企画です。そういう企画だった。はい、ということで、ハーちゃん7つでした。はい、はい、9個目。9個目、あー、ハーちゃん
おーちゃん、いや、3人でお揃いだったらいいねって話してたよね。そう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 、パンパンパンってね。それ共有されてないから撮ってるね。あのトキちゃんが10個撮るところを一緒に見てたから、そう、うん、こんなんなのに、ね、いや撮ってたよね。なんやどこんな笑顔なんよ。めっちゃ笑顔なんよ。めっちゃ笑顔だな。ということで今回トキちゃんも10個撮ってますが、一番早くなので今回はダーク君の優勝。クレーンゲーム10個取れるまで帰れません。みんなすごい取れたな、私はあれが欲しいなと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。メッソンだったので猿のりを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。